カリベルト、カリベルト、もし何か見て、パパが言っただろう。ここはどう、カリベルト、どういうことだ。さあカリベルト、一緒にお家に帰ろう。一緒に帰ってくれるな。パパ、カリベルト、パパ、こんなのあんまりだよ。違う、全て私のせいだ。こうなるともっと早く知っていれば。何もかもが残酷すぎるよパパ。やっと理解したぞ。おや、目が覚めたか、旅人。いや、違う。旅人という名で呼ぶ必要はなかったな。なに、それは至って普通のことだ。あなたのように、それに最初私は偽名、そう、コロタール・アルベリヒだ。あなたも見ただろう、あの力を。カリベルトが身にまとった力はあなたの言う罪人の力にそっくりであった。そして今私は確信した。ようやく目にできた。あなたには関係ない。罪人、カリベルトの運命はこうなるはずではなかった。だが今はその極限の悲しみから生まれて、あの子は運命の、危険。まさか、我々は、なぜなら、あなたはアビスそのものを代表している。そして、カンルイヤがアビスを掌握すれば、すべてを掌握。我々はか、しかし、カンルイヤの王子様。今、私のこと、なんて呼んだの？旅人、おい旅人、旅人。